九州から四国にかけて、あと関東あたり、日本全域行くのかな、確か。明日には多分九州ぐらいに来るらしいんですけど、なんか今はなんか沖縄に来てるみたいで、さっきちょっとちらっとニュースの記事を見たんですけど、すごい風が強かったです。あ、めっちゃ怖かった。なるべく勢いがちょっとでも弱くなるといいんですけど、とりあえずは、まあ、停電とかに備えてやれることをやっておきたいと思います。皆さんもあのお風呂のお水とか貯めておくといいかもしれません。2週間分あるといいらしいです。いや、まあでもそんなに蓄えるってなるとちょっと大変なんですけど、最近見てるチャンネルがあって、急上昇ランキングにも載ってるんですけど、なんだっけ、あのディスカバリーチャンネルっていうのがあるんですけど、そこのなくて、なんかドロドロに近い。